さあ、FF7 に大きな動きが続々と出てきておりますね。それこそ直近だと、ファイナルトレーラーが公開されたり、さらに FF7 リバースの体験版も実装されたり、で、今回はそれだけではなくて、あの、FF7 のソシャゲ、エヴァクライシス、こちらとのコラボが開催決定いたしました。で、詳細につきましては、2月16日金曜日、まあこちらに、コラボが開催されたといったところで、まあ詳細に関しては続報を待ってくださいと。なので、結構直近なんですよね。そう。FF7 リバース自体が発売日が2月29なんですが、まあそれに先行して今回はコラボが決定した。おほほ、なるほど、みたいな。まあこれは双方にとってメリットがあるからね。まあリバース側としても、まあやっぱり売りたいので、で、このエヴァークライシスから送客をしたいと。で、逆にエヴァークライシスとしても儲けたいので、まあリバースの人気を借りて、儲けていくと。まあこういった形でコラボがね、ウィンウィンの開催決定しているわけですが、まあそもそもエヴァークライシスをやっている方がどれぐらいいるのか、リバースの層とどれぐらい被っているのかっていったところが個人的に気になってくるんですが、皆さんはこちらのゲームやっておりますか？まあやってたとしても無課金であったりとか、課金はしてないっていう方もいるので、なんかそういったところも含めて、もし差し支えなければコメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。まあそんな感じで、まあコラボ開催に関してはなんとなくね、規定路線ではあると思っていたので、まあ特に違和感はなかったんですが、ただ思ってるより早いよね。なんか個人的には3月ぐらいにコラボあるのかなと、まあリバースも発売してからちょっとね時間経っておいて、まあそのタイミングでやるみたいなイメージなのかなと思っていたんですが、へえ、このタイミングでコラボなんだ。まあ時期的にもですね、発売前の、約2週間前となっているから、まあ逆に言うとですね、結構制限がかかっているのかなと。まあこれどういうことかというと、もちろん当たり前ではありますが、FF7 リバース、まだ発売しておりません。なのでネタバレが含まれるような内容っていうのが、まあこのコラボでは出ないんじゃないかなと思っているので、まあ逆に言うと制限が結構かかっちゃうんじゃないかなと。まあどういった内容になるのか、まあそこに関しては、詳細続報お待ちくださいと書かれておりますから、まあまだわからない状況ではあるんですが、ただまあ結構限定的な内容に今回なってしまうんじゃないかなと思っています。まあそういったところで世間の評価的には声的にはどうなっているのかっていった点なんですが、コラボ嬉しいって思ってる方も多いと。一方でなんかリバースとのコラボってなんやねんって冷静に突っ込んでいる方もいたりとか、まあ確かにね、なんか FF7 同士でコラボってどういうことって感じだし、でキャラもさ同じだし、なんかどう何をコラボするのかよくわからないみたいな。まあ例えばこれがなんだ FF16 とか14とか、あとまあ外伝とかドラクエとかであればわかるんだけどさ、なんで FF7 同士でコラボするのみたいな、純粋によくわからないし、何がしたいのか意味不明みたいな、そういった冷静なツッコミなども X とかではなされておりました。ただまあ言ってもエヴァークライシスをやってる方からするとめちゃくちゃ嬉しい内容ではないかな。まあ FF7 リバースしかやらないわっていう方からするとどうでもいいって感じかもしれませんが、ただまあ発射台としましてはこういったコラボなども企画されていると、そういった状況でございます。まあどうせねガチャかと思うので、まあ公式が儲かるというか嬉しがるような内容にしかならないと思うんだけどさ、まあとりあえずこういったことがね企画されていると、そういったところだけご認識今回いただければと思います。はい、まあそんな感じですよ。これコラボって名乗るの多分限定化したいからだよな。イアリスで微妙にインフレした風に見せたのは石使わせる罠だったんやなとか、まあ様々なこと言われていて、まあ FF7 のエヴァークライシスはどれぐらい儲かっているのかわかりませんが、ただまあ結構やってる方が多いらしいからね。まあスクエニとしてはここでね一気に儲けたいっていったところがあるんでしょうね。まあそんな感じでございますよ。いやーけどコラボ多分一回だけで終わらないんだろうな。まあ個人的な見解としては、まず1回目のコラボをこの2月16日のタイミングでやるけど、ただまあ本命としましては、3月以降にもコラボがおそらくまだ控えてると思うので、まあそこで一気に勝負をね、仕掛けてくるみたいな感じになるんでしょうか。
まあ逆にコラボとはこれって言わないんじゃないかとかいうね、冷静なツッコミなどもされておりますが、まあどうなんでしょうね。FF7 は FF7 とコラボするべきだと思うんです。いやーけど、FF7 と FF7 がコラボって冷静に考えてよくわからないよな。はい。まあ、とりあえずね、いろいろなことが言われているといったところなんですが、まあ、自分自身とコラボするっていうね、まあ、正直なかなか他のゲーム会社とか他のゲームではなかなかないパターンなので、まあ、これはこれでちょっと面白いなと思ったんですが、まあ、どうなんでしょうか。ただま、課金をね、強制的にしなければいけなくなってしまうかと思いますので、まあ、お金がね、じゃんじゃん使わざるを得ないと、まあ、そういったコラボとなっていると。まあ個人的にはね、ドラクエとか、あとはまあ既存の作品かな、そちらとコラボしていただける方がありがたいなと思ったんですが、リバースとコラボっていうのもやっぱ冷静に考えてよくわかんないよな。ちなみに皆さん FF7 リバースの体験版はプレイされましたか？どうでしょうか？まあ個人的な見解としてはエバークライシスっていうのはあくまでソシャゲの位置づけとなっているので、まあ今回リバースが出たことによって、まあつなぎでやってた方も多いと思うからさ、まあ逆にリバースが出ることによってもうエバークライシスもうやらねえわっていう方も増えてくるんじゃないかな。なんかそんな感じもするよね。まあソシャゲってやっぱり金かかるからな。なんかせっかくリバースが出るのに、なんかわざわざこのタイミングでまたもう一度ね、エヴァクラシスを継続するっていうのもちょっとあれだしさ。まあなんかこれで一気に人がかそる可能性もあって、なんかユーザーがカニバル可能性もあるなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じでございます。まあやっぱり大型の見立てとしましては、売上大幅アップを目論んでいると。やっぱそういったことがね、見えすぎているので、まあそんなになんか高評価って言われると、まあそうでもないのかなと思いましたね。まあ嬉しがってる方もいる一方で、まあ逆にこれ絶対さ、金をね、むしり取るためのね、そういったイベントだろうといったこともやっぱり指摘されているので、まあどれぐらいの方がね、このコラボに参加されるのかわかりませんが、もしね、参加された場合は2月16日以降に、ぜひコメント欄で感想を教えていただけると幸いです。ちなみに自分はね、エバークライシスは、やっていたんだけど、今はもうやっていないので、まあ、別に今回コラボがやってきたわけですが、まあ、特段ね、なんかこれを取り上げてやるとか、プレイするとか、そういったことはないので、まあ、ぜひね、ちょっとエバークライシスやってる方は、またね、感想を教えてください。ただまあ、インプの数とか見てるとそんなに多くないからね。まあ、正直コラボ開催って言っても、なんか世間の目的にはやっぱりリバースの方に向いてるからさ、まあこっちの方には行かないんだろうな。まあそんな感じでございます。では今日の動画一旦終わりましょうか。ぜひ最後にチャンネル登録と高評価、ポチッとお願いいたします。ではまた。